メムチョは、皆さん、コンメム、せいやだよ、イエーイ。ということで、今回は、東京ブレード 2.5 次元舞台を感激してまいりましたので、感想を語っていきたいなと思います、っていうことなんですけど、まず最初にですね、なぜ、アニメオタクである私がですね、その東京ブレードの舞台を感激しに行ったのかっていうね、その動機からお話ししていきたいなって思うんですけど、私ですね、アニメオタクでもあり、アイドルオタクでもあるんですね。で、最近めっちゃハマってるアイドルグループがありまして、それがこちらですね、B コマチと。いうことで、まあ、こちらですね、B コマチと読売ジャイアンツプロ野球のチームなんですけど、がコラボした際のグッズなんですが、この B コマチの星野ルビーちゃん、めちゃくちゃ応援してるんですね。で、皆さんですね、B コマチって聞いたことあるんじゃないかなと思っていて、まあ、10年前とかにね、なるんですけど、B コマチっていうアイドルグループあったんですよ。で、愛っていうね、いや、めっちゃ人気のあれアイドルいたかと思うんですよね。まあ、ちょっと悲しい事件あったんですけど。で、その昔の B コマチ私めっちゃ応援してましたですね。で、東京ドーム公演のチケットなんかも、持ってたんですよね。で、当日東京ドームもね、行ってたんですけど、まあ、残念なことがあってっていうことで。で、その事件からですね、私はもう二度と、アイドルは応援しないぞって決めたんですよ。もう悲しい気持ちになっちゃうからね。うん、もうアイドルはいいわと思って。で、その絶望していた時に出会ったのがアニメだったんですよ。で、アニメオタクになったんですけど、で、最近ね、また B コマチが始動し始めたっていう、ニュースを聞いて、うわ、なんか、話題集めかなと思って、まあ、でも昔ファンやたちちょっと見るかと思ったら、このね、星野ルビーちゃんがいたんですよ。で、星野ルビーちゃんを見てるとね、いやなんか、愛ちゃんの面影を感じるんですよね。うん、そういうのもあって、なんか運命的なものもあってね、あ、ちょっと、もう一回応援しようかなと思って、ちょっと B コマチね、応援させていただいてるんですが、まあ B コマチって、3人グループなんですね。で、そのうちの一人に、有馬かなちゃんっていう、メンバーがいるんですけども、この有馬かなちゃんが、東京ブレードにね、ご出演されるっていうところで、まあ、剣役なんですけどね、っていうところで、見に行かせていただきました。あとですね、この、星野ルビーちゃんって、双子なんですけど、そのお兄ちゃんのですね、まあ、アクアくんってね、言うんですけども、アクアくんもこう、東京ブレードにですね、陶器役でご出演されるっていうところで、まあ、これも、ちょっと、まあ、握手会のネタになるかな、みたいな、お兄ちゃんの演技見に行ったよ、みたいなね、形でですね、なるかなと思って、まあ、ちょっと、感激させていただいたという、ところでございました。まあ、あと、東京ブレードもアニメ化しましてですね、私も視聴していましたし、まあ、なんとなくね、内容も知ってるっていうね、こともありまして、じゃあ、アニメと、舞台、どう違うのっていうところも、まあ、その楽しみな要素という、ところで、感激させていただきました。で、まあ、私、感激してですね、わりかし、好印象でした。あ、面白かったなと思ったんですよ。で、YouTube で、他になんか東京ブレード見に行った方いないかなと思って感想を探してたら、キチレコっていう人の、なんか感想動画出てきて、なんかチケット代返せみたいなの書いてあったんですね。めちゃくちゃ酷評してて、と思って。で、まあ、何個か理由あったんですけど、まあ、納得できる理由もあれば、いや、ちょっとさすがに、見る目ないなというか、なんか原作勢みたいなことをね、動画内で言ってたんですけど、原作勢でこの感想出んのみたいな、ちょっと、これは世間は許してくれませんよって思ったんで、まあ、私の感想も語りつつ、その吉デコっていう人の、ちょっと見る目ない部分について、お話ししていきたいなと思います。で、まず、その吉デコっていう人の、感想の否定的なポイントって、大まかに分けると2つ。で、まあ、細分化すると3つあったんですね。で、まず、大まかなものの一つとしては、ちょっとキャスティングが納得いかないっていう、ところを、文句として挙げておりました。で、そのキャスティングに文句があった箇所がなんか2つあるっぽくて、1つ目がですね、まあ、先ほども言いましたけども、アクアくんがね、これご出演されてるんですよ、陶器役としてね。で、その、さや姫っていうキャラクターもね、まあ、東京ブレードのですね、アニメ見た方だったらわかると思いますけども、そのさや姫役で黒川あかねさんっていう方がですね、担当されてるんですけども、この二人って、まあ、話題になりましたよね。今がちですね。恋愛リアリティショーあったじゃないですか。で、ちょっと自殺未遂があったみたいな話題あったでしょ。その子なんですよ。
黒川あかねちゃん。で、そのリアリティショー内で、アクア君とそのあかねちゃんって付き合ったんですよ。で、それ以降もなんかずっと付き合ってるっぽいんですけども、その二人がですね、こう配役されてるっていう、その陶器と、さや姫というカップリングなんですよね、作中でも。っていうところで、なんかリアルなものを、そのやっぱ作中にも入れ込んでるっていうのは、いかがなものかっていうことをですね、文句言ってたんですけど、それはね、わかるわーと思って。正直わかりますね。なんかその客寄せパンダ感あるじゃないですか。いや、ほんまもんのカップルがね、作中でもね、カップリングしてますよ、みたいな。うん、そういうのが感じますし。まあ、でも、アクア君も演技上手いんですよ。アクア君もね、なんかドラマなんかにも子役からね、ご出演してるんで、アクア君も。まあ、演技ちゃんとできるっていうところもありますし、まあ、ちょっと感情演技苦手なんかなって思う時もあったりもしますけども、演技ちゃんとできるんですよ。で、黒川あかねちゃんも、なんか調べたところによると、なんかララライトっていう、なんか、その、所属してるっぽくて、舞台の。うん、で、なんかすっげえ上手いらしいんですよ。だからちゃんと実力もあって選ばれてるんでしょうけれども、でも実際見に行っちゃったらですね、どれだけメイクしてようとも、なんかもうアクア君と、なんかアカネちゃんなんですよね。これアニメやったらまた違うと思っていて、アニメやったら、なんか夫婦でなんか出演とかあるじゃないですか、アニメでもね。まあそんなの見てても、最初違和感あるけど、わ、夫婦や、みたいな、思いますけども、結局キャラクターとして認知し始めるから、その後々はね、あんま気にならなくなるんですよ。でも、舞台ってもう生身の人間がやってるわけですよね。アクア君とアカネちゃんがやってるから、なんか舞台上でイチャイチャしてても、まあ、結局なんか、アクアと、なんか、アカネちゃんやみたいな、なんか陶器とさや姫として見れなかったんで、まあ、ここのキャスティングは、まあ、演技すごかったけどね。すごかったけど、まあ、確かにちょっと気になるなとは思いましたね。で、もう一人、キャスティングに対して文句言ってるのがあってですね、それがですね、刻み役のメルトですね。こちらにもですね、文句言ってて、いやもう演技下手くそすぎやんっていうことを文句言ってたんですよ。で、メルトなんですけど、私ですね、この東京ブレードの劇の前から知ってるんですよ。なんでかっていうと、まあ、私、この東京ブレード見に行った理由っていうのが、アニマカナちゃん目的なわけですよね。で、アニマカナちゃんっていうのは、まあ、アイドル活動しながらですね、その女優としてもね、活躍してて、まあ、子役からずっとやってるんでね、皆さんやっぱ覚えてません？ピーマン体操とか覚えてませんか？ピーマン食べたらスーパーマンとかなんか CM あったじゃないですか。あとなんか10秒で泣ける天才子役なんかね、有馬かなちゃん言われてましたけどもね、昔ですね。うん、言われてましたけども、その、まあ、女優として活動しまして、で、ビーコマチに入る前にもね、ドラマ出てたんですよ。京アマっていうですね、ドラマに出てまして、で、そこで、メルトとも共演してたんですよね。で、京アマのメルトの演技、めっちゃ下手くそやったんですよ。ほんまに、こんなんね、流して大丈夫レベルの、アニマカナちゃんとの演技の釣り合い取れてませんけどぐらい、めちゃくちゃ下手くそで、すっごい印象残ってるのが、一人にさせてよみたいな、なんか、すっごい棒読みの演技あって、そのイメージがすごい強かったんですよね、メルトンに対しては。こんな下手くそってええのみたいな、ほんま、感激する前は、思ったんですけど、いざ見てみると、いや、めっちゃ上手くなってたんですよ。見えると、と思って。すっごい上手くて。で、特になんですけども、盾をするシーンがあるんですね。まあ、ぶつかり合うシーンがあるんですけど、そこが、もうメルトすごくて、で、めっちゃ激しい盾やってんのに息切れしないんですよ。だから、体力つけましたみたいな、なんかワンチャン毎日マラソンしてますかぐらいのレベルで、めちゃくちゃすごい盾やってて、で、なんかアクションとかもすごい、なんか剣をさ、踏んでキュイーンみたいな、なんか上に上げてみたいな、ところですっごいアクションしてて、で、そこのシーンの、なんか悔しさを乗っけた演技っていうのが、めっちゃめっちゃすごかったんですよ。だからメルトすげえなと思って。まあ、正直ね、全然期待しなかったから。メルトに対してはね、どうせね、今日はみたいな、しょうもない演技するんやなと思ってたら、そのハードルを超えていったっていうところもあって感動生まれたんですけども、いや、すごかったんですよ、メルト。成長がね。でもですよ。それは、私が、今日はのひどい演技を知ってるからこそ、そのメルト、のね、なんか良さが分かるわけであって、まあ、初めて東京ブレードで、そのメルトの演技を見たってなると、まあ、ちょっと評価難しいかなと思いました。やっぱ周りが凄すぎるから。うん、東京ブレードに、ご出演されていた、まあ、俳優さんの演技、やっぱ凄いんで、それに比べるとやっぱメルト劣ってるんですよ。で、その、縦のシーンは凄いんですけど、まあ、そこ以外はやっぱちょっと、厳しい演技かなっていう、上手くなってるんですよ。上手いんですけども、ちょっと、まあ、他のレベルが高すぎてね、メルトの演技が気になるっていうのも、まあ、頷けるかなっていうところで、そのキャスティングのですね、批判に関しては、まあ、納得できる部分、あるのかなと
思いました。問題はこっからなんですけれども、そのキチレコっていう方の感想動画でのその東京ブレイドの舞台の批判ポイントって大まかに分けると2つあったんですよ。で、1個目が今お話ししたキャスティング面なんですけど、もう1個が脚本面だったんですね。脚本があんま良くなかったっていうお話をされていて、で、このキチレコっていう方はですね、多分結構舞台行ってるんですよ。2.5 次元の舞台行ってる方だなっていうところを感じて、その東京ブレイドの脚本がですね、ゴアさんっていう方が担当されていて、で、この方が結構その 2.5 次元舞台で言うと売れっ子の脚本家さんらしいんですね。で、結構その、他の舞台の脚本だといいなと思うポイントをそのキチレコっていう方はあったらしいんですけど、その良さが東京ブレードではなくなってたっていうね話をしてたんですよ。まあ言ってしまったらこんなん脚本でも何でもないみたいな、ことを言ってたんですが、個人的に言うと、まあそんな私舞台行くわけじゃないですけど、今回の東京ブレードの脚本は素晴らしかったですよ。いや、めちゃくちゃ良かったですね。うん、素晴らしい脚本だなっていうのを、まあ感じた次第でございましてですね。まあ見に行った方やったらわかると思うんですけど、東京ブレイドのね、今回の脚本どんな感じやったかっていうと、めっちゃ行間空いてたんですよね。これが素晴らしかったなっていうところ。まあその行間をですね、まあ舞台演出っていうところも、そうですし、役者さんの演技で埋めていくっていう手法を取られていったんですよ。良くないですか？これ。やっぱその舞台って時間限られてるじゃないですか。その原作をアニメに落とし込むよりもやっぱ時間制限っていうものはついてくるっていうところで、やっぱ取捨選択ってしていかないといけないと思うんですよね。じゃあ舞台を面白くするために原作改編していいのかっていう、そこもやっぱまた難しい問題かなとはね思っていて、やっぱファンからすると、いやこのキャラクターおかしいやみたいな、感じにもなってしまうと思いますし、なんならもう原作者の方、まあアビコ先生ですけど、東京ブレードはね、アビコ先生からの批判とかも来ると思うんですよ。いやこいつ何も分かってないやんっていうね、批判が来るかも分かんない、そういった中でね、その舞台にその原作の良さもね、残しつつで改変もせずに、落とし込むんだったら、もう行間開けるしかないと思うんです。行間開けてもうその感激している人を信じてね、読み解いてくれっていう、あとは役者さんとか、演出家なんかを信じて、脚本としてまとめ上げる、これしかないと思うんですけど、それをもううまいことやってのけてた。その塩梅ですよね。その伝わるか伝わらんかっていうね、行間開けすぎて伝わらんかった意味ないわけですよ。でもそこの開け具合もすごく塩梅が良くて、で役者さんの演技もしっかり乗って、演出もしっかり乗って、ちゃんと伝わってたっていう、この脚本すごいですよ。昨今はやっぱね、説明しすぎなんですよ、セリフで。まあ舞台はどうかわかんないけど、アニメもすごく多い、セリフで説明するって。これが東京ブレイドアニメの悪いとこやったんですよ。東京ブレイドのアニメはもうめちゃくちゃ説明しよるから、キャラクターがマジで何でもかんでも状況説明するんですよね。うん、なんだろう、もう戦闘中ももうスローモーションになって説明したんですよ。今はこうこうこうで、なんか主人公のブレードなんかそうですよね。こうこうこうで、こういう状況で、って全部説明してたんですよね。そこがアニメやのにもったいないなっていう気持ちがあって、だから私東京ブレードのアニメに関しては全然評価してないんですよ。評価できるポイントはもうアニメーションだけ。ほんまに戦闘シーンなんかのアニメーションは素晴らしくて、だってもう東京ブレードはですよ、UFO チェアがやっぱ制作してますからね。UFO チャなんかも日本のね、アニメ制作会社さんのもうトップですよ。脱税なんかしなければもうトップの会社さんなんで、やっぱそこのアニメーションクオリティがすごくて、やっぱ人気になったっていうところあると思うんですけども、でも脚本見てみるとやっぱすごく、アニメとしてどうなのかなっていう、もっとアニメで見せられる演出とかね、キャラクターの表情とかね、見せられるのに全部説明するのもったいないなって東京ブレード思ったんですけど、そこの、アニメでは問題だったところが舞台ではなくなってたんですよ。行間を分けて、こちらの、見てる側に、考えさせる余地を開けてくれてたっていう、すごいワクワクしながら、まあ、感激することができたんで、いや素晴らしい脚本だったなって思いましたね。まあ、ここが、やっぱちょっと、良さが分からないっていうのは、やっぱこの、今のですね、説明しすぎている作品が多いことの弊害というか、その、主張する側のね、まあ、感激する側の、理解力が、下がってきてるのではないかっていう。
そこを感じちゃいましたね。やっぱその感想動画を見てて、やっぱこういう感想を持つ人おるんだっていうのをやっぱ思ってしまったので、やっぱこの昨今の、まあエンタメの悪い部分が出ちゃってるというかね。かなとも思いましたし、この何でもかんでも説明しちゃうっていうところは、そのエンタメに関わってる方、作品に関わってる方もやっぱ気になってるポイントらしいんですね。今期放送してる作品でですね、かつて魔法少女と悪は敵対していたっていう作品があるんですね。で、これ15分アニメなんですけども、一応放送枠としては30分、ありましてですね、15分間はアニメを放送しまして、で、残りの15分何やってるかっていうと、キャストさんのオーディオコメンタリーをですね、放送してるんですよ。で、最新話第5話なんですけども、そのオーディオコメンタリーとして、川澄彩子さんが、ご出演されていたんですね。で、その川澄彩子さんが、まあ、今のね、時代をどうのこうの言うつもりはないんだけれども、セリフで説明することが非常に多くなってきてると、キャラクターのね、多くなってきてるんだけれども、今回の第5話に関しましては、そうではなく、アニメの描写で見せてくれるっていう、そこがすごくうまくできていたっていうことをオーディオコメンタリーでね、お話しされておりました。やっぱ、思うよねっていう、キャストさんだって思うんやから、やっぱそれは視聴者側も説明しすぎだなって思うよねっていうところがあって、で、そういう不満ポイントがね、東京ブレードアニメに対してあったものが、舞台ではもうなくなってて、もう演出であったり、役者さんの一つ一つの演技、まあそれこそ呼吸なんかもそうですけど、そういうところからですね、読み解けるようになっている、いや考察しがいのある作品になっていたっていうところの、この脚本めちゃくちゃ良かったんで、やっぱこれの良さが理解できないのはやっぱ、原作勢やのに、見る目ないなーっていうね、まあ、強く思ったよーっていう、ところでございます。私はほんまに脚本、素晴らしかったなって思いますので、まあ、その東京ブレードのアニメ、あんま良くなかったかなって思ってる方でも、もうこれ舞台、いや、めちゃくちゃ見る、価値あるんじゃないかなと思ってる人でございますってところで、以上で、東京ブレードのですね、2.5 次元舞台、感激した感想以上になるんですが、そのキチレコっていう方のね、ちゃんちょっと漁ってたんですよ。他にどんなね、動画載っけてんねやろなと思ったら、なんか恋バナみたいなね、動画上げてまして、で、ね、なんか、その、まあ、昔のね、歴代の、彼女さんですかね。で、その、まあ、おせっせ、した人の中で気持ちよかった人を、なんか語るみたいな、なんか動画があったんですよね。で、そこでちょっと信じられないですよ。マジで。私、冒頭でも言いましたけど、B 小町のファンなんですよ。B 小町のファンね。まあ、ルビーちゃん応援してるんですよ。で、有馬かなちゃんも応援してるので、今回舞台見に行きました。で、B 小町って3人グループって言ったじゃないですか。もう一人、メムチョっていう、メンバーがいるんですね。まあ、この方は、YouTuber さんとしてね、活動されてる方なんですけども、その、メムチョと、なんか、やったみたいな、ね、なんか、おせっせしたみたいな、なんか、そういう話をしてたんですけど、メムチョは、処女です。アイドルなんで。まあ、今がちにも出てましたけど、まあ、B コマチ入る前の、まあ、出てましたけど、処女なんで。アイドルは。はい。いや、ありえないです。トイレもせんのに。アイドルトイレすらしないのに。そんなことするわけない。ねえ。メムチョ。メムチョ。メムチョやってないよね。ねえ。メムチョ。メムチョ